プロイセン王国の新しい地図、ジョン・カリー作、1799年。ロ、広シ同盟は、1764年4月11日に、プロイセン王国とロシア帝国の間で締結された同盟。同盟は7年戦争における2国間の講和条約である1762年のサンクトペテルブルク条約を拡張した。同盟は防御同盟であり、両国は、 お互いの領土の安定を守ることを宣言した。また条約は両国のポーランドリトアニア共和国への干渉を許可したが、これは条約の主な目的であった。ロヒロシ同盟の功労者であるニキータ・パーニンの肖像画版画1792年作。条約はロシアの外交官ニキータ・エバノビチ・パーニンによるものだった。 同盟は7年戦争における日国間の講和条約である1762年のサンクトペテルブルク条約を拡張した。1764年4月11日に締結された。この条約は、ロシア政治における北方システム、すなわちロシア、プロイセン、グレートブリテン王国の間の同盟の基礎となった。当時、花草広市同盟は崩壊したが、 グレートブリテンとロシアの関係は改善しており、1766年には貿易の同盟が結成された。同盟は防御同盟であり、両国はお互いの領土の安定を守ることを宣言した。プロイセンにとってこれは国際関係において最も危険な敵を同盟国に変えることであり、大事な安定感を与えた。同盟はハプスブルク帝国への対抗という一面もあった。 ロシアの視点からは、オーストリアは、ロシアの勢力範囲の拡大において、あまり情報に前向きではなく、同盟者としての価値が、プロイセンより低かった。歴史家の一部は、ロシアが同盟を主導することで、7年戦争の目的であったプロイセンに対する影響力の拡大を達成することができた、と主張したが、ロシアがプロイセンを、格下の同盟国として扱ったにもかかわらず、 同盟は、プロイセンの外交上の勝利であるとする歴史家もいる。プロイセンをフリードリヒ2世は、死の直前、ロ・ヒロシ同盟が彼の締結した条約のうち、一番、有益な条約であると述べた。条約の重要な条項の一つは、両国が共同して、ベッティン家が、ポーランド・リトアニア共和国の国王自由選挙で三旅当選することを阻止する、というものだった。両国は、 同年の国王選挙で、スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキを支持、当選させた。条約はポーランドで両国の許可を得ていない改革が行われた場合、介入を許す条項を含む。実際、両国は、オーストリアと共に、バール連盟戦争に介入、1772年の第一次、ポーランド分割を起こした。ロシアとオーストリアの接近を推進した。 グリゴリー・ポチョムキンの肖像が1847年作。しかし、その後の数十年間、ロシアの注目は徐々に南方のオスマン帝国に移っていった。グリゴリー・ポチョムキンが推進したこの政策により、プロイセンの同盟国としての価値は減り、代わりにオーストリアの株が上がった。ロ広氏同盟は1777年に再度延長されたが、 サンクトペテルブルクの宮廷では、パーニンなどの親プロイセン派の影響力が目減りし、ポチョムキンなどの親オーストリア派が徐々に影響力を増していった。マリア・テレジアの死後、息子のヨーゼフ2世は、ロシアとの関係の改善を選び、1781年初に秘密交渉を始め、同年5月から6月頃には、オーロ同盟が成立するに至った。ロヒロシ同盟は、 正式には1788年まで存続したが、オーロ同盟が成立した以降は、その重要性を失い、プロイセンがヨーロッパで孤立した。プロイセンは代わりに、花房広司同盟を再び締結した。パーニンが述べた通り、ロ広司同盟の崩壊は、彼の政治生命の終結を意味した。ありがとうございます。